にもですね、もう皆さんお待ちかねですよね、金魚すくいやらせていただければなと思っております。この後ね、ドキドキのくまモン先ほど午前中にですね、爆弾発言をしまして、なんと僕、前に流す町でいっぱい取ったことがあるもんって言ったんですよ。この後のワークショップの体験は、なんとね、そうですよね、今夢中になっているお子さんがいらっしゃる金魚すくいを、はい、くまモン挑戦する予定になっております。やるんだよくまモン、すくえるかなくまモン。あ、そうそうそう、長洲町でね、くまモンも実はチャレンジをしたことがありますが、その時はくまモン救えたの？いっぱい取れた？あ、くまモン今自分でハードル上げましたよ、知ってます？いっぱい救えたんですよね。皆さん聞きましたか？いっぱい救えたみたいですよ午後は期待して OK です。え、くまモン今日は何匹に挑戦しますか？数えてる待って待って待って、全部釣るつもりなの？全部取るの？全部取るの？僕全部取るということなので、全部取れるかお楽しみで、この後チャレンジしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、くまモンありがとうございます。それでは早速、熊本生活で体験できる金魚すくい体験ですね、くまモンと一緒に紹介したいと思います。では早速ですが、ワークショップの実演の方をよろしくお願いいたします。くまモン、今回チャレンジどうぞよろしくお願いいたします。頑張ってください。頑張ります。じゃあ金魚のすくい方から、はい、ありがとうございます。まずこれポイって言うんですけど、裏と表があるんですけど、一応ですね、このまあ、ツルツルしてる方を表をこうすくうときに使ってください。あとですね、こうして半分まで入れてですね、あ、まあどれに金魚にしようっていう方もいるんですけど、こう半分までしちゃうと、この濡れてる方と乾いてる方の間から破れちゃうので、もうその時もう全部つけちゃってください。全部つけてください。あとはこう水圧でまた破れちゃうので、斜めに入れる、斜めに入れて平行移動、はい、で金魚が上に乗ってきたら、また斜めにこう水を切るような感じで出すっていう形ですね。斜めに入れて斜めに出す、はい、そうです。で、あと金魚前にしか進めないので、前にこう予測して待っとくみたいなのもちょっとテクニックでありますので、でもそれちょっと難しいので、まあ上に来たらこう斜めに上げるっていうので、していただければ大丈夫です。はい、じゃあ実演を、実演、あ、くまモンと一緒にしましょうか。はい、お願いします、はい、じゃあくまモン今聞いてた？ OK、 コツはなんだっけ？斜めに入れて斜めに出す。 OK、 じゃあ行きましょう。優しくですね、上げるときも優しく出してください。あ、そっち、こっちです。はい、はい、よいしょ、ギュギュギュってしてた。頑張って。狙いをつけて、どの子が狙いなの？ちなみに赤い子、赤い子ね、赤い子、いろいろ、おおおお、ありがとうございます。お、いけるかな。あー、もうちょっとだ。くまモン、金魚さんは前にしか進めないって言ってたから、前狙った方がいいじゃない。頭の金魚さんの前がいいかな。おおおはい、はい、破けました。早速1個目です。はい、ちなみに何個まで許されますか？もう一個、何本でも机までいいですよ。甘いですね。ありがとうございます。じゃあもう一丁頑張ってみましょう。今日机までって言いますけど、ステージ時間限られてるんで、救ってもらわないと終われないですよ、ステージ。
頑張ってくださいね、くまモン。頑張って。頑張って頑張って。さあ、狙いをつけて、よいしょ。あー、もう一個。ゴーゴー。もうちょっとだ、もうちょっと。あ、何、自分で持つ？オッケー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 。オッケー、近くないとね。よいしょ。もうちょっともうちょっともうちょっと。せーの。あ、破けてるか、破けてる。あー、残念。あ、もう流れるように次もらってるんですけど。もう何も言わずにもらってるんですけど。さあ、頑張れ、全部つける、水全部つけるんだよ、はい、全部水全部つけて斜めに入れて斜めに出す、もう一回、あ、邪魔、はい、わかりました、私が邪魔だった、本気を出して、本気を出して、あ、もうお椀近くがいいのね、自分でお椀持つのね、うん、いけいけ、ゴーゴー、いけいけ、あー、はい、3個目あの、まだ大丈夫ですか、金魚の数よりポイの数の方が消費は激しいんですけども、頑張れって声も聞こえますよ、頑張って今日の最高記録は、今日あの1個体験された方で5匹とか6匹とか救われた方います。すごいですね、5匹も6匹も、クマも記録を塗り替えるって言ってましたけれども、この動きはどうでしょうか、あのどうですか、ちなみに動き、あ、もうあとはもう救うだけですね、クマも。あのすいません、あのコツをもう1個、あ、コツ、あの大ヒントをいただいてもいいですか、もう斜めに入れてはい、斜めに出す、おお、斜めに入れて、あ、あれ斜めに入れて斜めに出す、もうただそれだけだということなので、はいはい、もうあと水を切るだけです、はい、あともう優しく、うん、優しくあげる、何、お姉さん邪魔、どいてろ、分かった、じゃあ一人でやるみたいです、さあ皆さん拍手をお願いします、拍手、応援の拍手をお願いします、さあこうやってくまモンにプレッシャー与えていきますよさあ頑張って、今日釣らないと帰れませんからね頑張れ頑張れ、斜めに入れて、まだやります、まだある、まだ頑張れ、ほら一匹色変わった、色変わって、ポイの色変わったよ、一匹頑張って作って、さっきね見てたけどね、鬼、ああもうちょっとだった、惜しかったねもう一回、もう一回ね、もう一回ね、はい、頑張れ頑張れ、ちなみにもうそろそろお時間なんですけどこれおつらい、取れるまで終わらない感じかなあとじゃあラスト2でいきましょう、これともう一回で、よし、バスに乗っていくの、頑張れラストでいきましょう、ラストくまモン、ラストっぽいです、ラストっぽい、あの3本、ちょっとなんか透けがですね、あの熱くなってるような気がするんですけど、3本、皆さん、あの温かい目で見てください、気温も温かいですけど、皆さんの目も温かくお願いしますね、さあ最後いきましょう、頑張れ3倍だよ、3倍、
あの苦労の末することができまして本当にありがとう、皆さんのおかげですね。あのここのポイの数は見なかったことにしていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。以上、くまモンによるワークショップ金魚すくいでした。ああ、しした。はい、くまモン、ありがとうございます。固唾を飲むいいワークショップでございました。